はい、タンタンです。本日はこちらですね、ヤマハの、L6 ですね、1978年製の個体ご紹介いたします。ジャパンヴィンテージ、ヤマハの、まあ、FG とかね、L シリーズいろいろありますけれども、こちら70年代の貴重な一品でございまして、 L6 ですね、エゾマツタンバン、エゾマツタンバントップにパリサンドルサイドバックで、バックタンバンですね、トップバックタンバンの、モデルとなります。70年代にしてはかなり程度はいいかなと思います。傷は、まあ、もちろんちょこちょこありますし、焼けたりとかね、もちろんありますけども、年代にしてはかなり状態は綺麗な方かなと思います。で、 L6 のこのフレッポジションバックも5フレットから始まる前期型と思われまして、なかなかお探しの方もいるんじゃないのかなと思います。ペグが非常に、ゴールドパーツも綺麗に残っております。ネックロの少し傷はありますけれどもね、そこまで気にならないかなと思います。はい、現行かなりサドルで調整はされてまして、まあ、サドル座はほとんどないですけどもね、現状で、まあ、なんとか全然違和感なく弾くことが可能です。こう、まあ、トップバックタンバンのやっぱりふくよかな鳴りっていうのが非常に、心地よく響いてくれる一品でございます。ダイナミックなサウンドも楽しめる L6、 ぜひですね、この、まあ、状態も年代にしては綺麗だし、ネック状態もそこまで、大きく悪くはないと思います。少し順ぞりは見られますけれども、ローポジションなんかも全然うちの方でもセットアップはしてますので、弾きやすく感じていただけると思います。ぜひですね、貴重な一品、お探しの方はお問い合わせいただければなと思っております。そんな感じでこちらヤマハの L6、 1978年製の個体となります。お問い合わせの方お待ちしております。タンタンでした。